どうも、勝手に電力 2.0 を始めたいと思います。今日は77回目ということで、 NTTT シリーズの5回目ということでお話しさせていただきたいと思います。特に今回はですね、東京センチュリーが強いモビリティ事業、オート事業というところについてお話しさせていただければと思います。この文章ですけれども、ケース自体の対応というのはやはり必要になってきたので、実は日本レンタカーというのをグループ会社に持っているんですけれども、そこがアキッパと連携として駐車場シェアリングなどを強化していくと。例えばレンタカーで空いているようなスペースに対して駐車場の空きをアキッパのアプリベースでお知らせしていくようなことをやって連携をしているような形になります。このような形でかなりモビリティだとかオートっていうところに意識されてるんですけれども、この会社の特徴が3つあります。まずは3つのそのようなオートの会社を持っているっていうところですね。東京センチュリーで言えば、この日本カーソリューションズっていうのが NTT と合弁で出している法人用のオートリースの会社ですね。ここの管理台数っていうのがオリックス、三井、住友について3位というので、かなりやっぱり大きなシェアを持っているという形になります。あとは日本レンタカーですね。三沢さんよく知ってるレンタカーの会社になります。でオルコオートリースというのもコアラクラブということで、個人のオートリースをやっているようなちょっと珍しい会社になります。このような3つですね、いろんな軸に対してユーザーに対してのオートリースっていうところ、あるいはレンタカーっていうところを持っていてですね、車に関してはかなり幅広くやられているというのがあります。あと右の方ですね、日本カーソリューションもですね、実はいろんな会社ですね、特に東京ガスオートっていうところを子会社化することで、実はかなりの社用車っていうのがどんどん管理数が多くなっていくっていうところの今状況になっています。で下の方の図をちょっと見てもらいたいんですけれども、今後ですね、シェアリングみたいな、ケースっていう流れがやっぱり合ってるので、サービス化シェアリング化っていうところの流れがある中で、例えば今はですね、法人向けにカーリース、オートリースということでカーリースをやっているような状況になるんですけれども、おそらくですね、今後ライドシェアだとかカーシェアみたいな企業体に対して車をリースしていって、実はその法人に対してはもちろんリースのように使っていくんですけど、例えば空き時間等を利用してですね、別法人個人に貸していって、その稼働率を高めるっていう動きがどんどん出てくるんじゃないかなと思います。詳しくはですね、この右の表を見ていただきたいんですけれども、おそらくですね、例えば NTT グループのようなところはですね、昼間の平日だけにしか車用車というのは主に使わないので、例えば夜間の時間だとか休日の時間だとかは空いているので、ここをいかに貸せるような形で稼働率を上げていって、そうするとですね、トータルでこのピンクもところも赤のところも使う方の単位あたりの単価というのはやはり下がってくるので、安く使えるような形っていうのが模索できる面白い企業じゃないかなとは思っています。これ大きな視点で見ると右上の方になるんですけれども、いかに時間とかだけでなく場所っていうのもシェアしていくか、例えばいろんな複数拠点があればですね、空いてる場所がその移った場所でいろんなことができる、人、物、金、エネルギーっていうところを動かせると思うので、そこの部分を時間、場所のシェア、あるいはリソースのシェアですね、今まで人っていう観点だけでですね、シェアを意識してましたけれども、例えば人と物、物を運ぶっていうのももちろんできるわけで、そういうのも考えられますし、サービスっていう点で言うとエネルギーっていうのがですね、もちろん運ぶことで、例えば今キロワットの時代が来るということで、ピーク制御のために EV を使っていくみたいなところは一つ考えられるので、ぜひですね、一つの視点、今まではもう平日の昼間だけ車をどううまく使うかだけを考えてましたけど、それより空いた時間、あるいはその出張で出た場所に空く場所のシェアですね、だとかリソースに対して人だけじゃなくて物やエネルギーに対しても広げていくという概念が一つ面白いかなと思うので、考えてみてはいかがでしょうか。以上です。